い、こんにちは、ちーと申します。今日もまたウィル素晴らしき世界続きを進めていきます。前回はですね、サングンくんのストーリーが自分の中で本当にインパクトが強くて、ちょっとうつゲー始まったかなみたいな展開でしたね。で、あとはギョンミンくんのストーリーも結構見たかなと思います。で、今日はどこから見ようかなっていうところではあるんですけど、どうしよう。まあもちろん進められるところはあるんですけど、ちょっと先にさ、郵便箱開けようかな。郵便箱開ける。手紙が2通届いてる。あれ、ちょっと待って、ミケちゃんのところなんか線が2つ。マニャとギョンミンくん強者の戦いで、嘘、あれ、ちょっと待って、ミケちゃんさ、なんか分かれてる。なんかね、枝分かれとかも普通にあるんですね。ということで、ミケちゃんのストーリーがもう一個解放されております。どうしよっかな。じゃあ、ミケちゃんせっかくだから見ようと思うんですけど、後から届いた方のお手紙、これはギョンミンくんと、こうなってるんですが、猫王争奪戦こっちはとりあえず置いといて、先にさ、ミケちゃんと、あとはアリシアちゃん、このストーリーを見ていこうかなと思います。アリシアちゃんの方がなんかストーリー重くなりそうだから先に見ていきますか。ということで、アリシアちゃんのところから片腕の男、ここから見ていきましょう。私は地下にあるワインセラーにある何百本ものワインの中から一本選ぶと、バーキン坊の前の豪奢なティーテーブルの上に置いた。バーキン坊は満足そうにうなずき、コルクを抜く。赤く透明な液体が奇抜なデザインのワイングラスに注がれ、ゆっくりと回る。早く飲め。早く飲め。早く飲め。傍らに立つ私の額から玉のような汗がにじみ、これにじみ出していた、だったのかな？にじみ出していた。この人が毒薬を持ったあの赤ワインを飲めば、私は完全に人殺しになってしまう。あ、そっか。アリシアちゃん、毒薬隠し持ってたんですよね。ずっと信じてきたキリスト教の教えに背く行為だということもわかっている。でも、私にはこうするしか他に選択肢がない。こんなところで拷問されてカルロスに会えないまま、私は死にたくなんてなかった。大勢の罪なき人々を今まで殺してきたこの人に、神の審判を受けさせるためにも。バーキン坊の唇はグラスの縁に触れていて、あと少しでワインを飲む。うわー、しかし、この肝心な時に執事がドアをノックし来客を告げた。客間のソファーに片腕の男性が座っていた。何人もの屈強なボディーガードがその後ろに控え、主人の命令を待っている。片腕の人に会うと、ガーキンポーはヘラヘラとこびへつらい、いやらしい笑みを浮かべている。片腕の人はあくびをすると、私が毒薬を持ったあの高級赤ワインを手に取った。まさか、あのワインを飲むつもり？ダメ。それを飲んではダメ。私は前に出た。彼はボトルをつかむと笑いながらゆっくりと傾けて酒をこぼした。ボトルの中の酒が飲み込まれていく。遅かった。青酸カリ入りの赤ワインが彼の喉を通って家と流れ込む。彼は突然ソファーをつかんで立ち上がり、すぐに床に倒れると痙攣を起こし始めた。左手で喉を押さえながら口を大きく開けるけれど呼吸ができない。ボトルに半分残ったワインが床に撒き散り、白いカシミア絨毯が真っ赤に染まっていった。彼のボディーガードたちは大混乱だ。若頭が、ボケっとしてんのは医者を呼べ。しかし、青酸カリが回るより早く医者が駆けつけることはなかった。やばい。飲ませたい人じゃない人に飲まれてしまった。しばらくして片腕の人は呼吸を止めた。バーキン坊はただ呆然としてソファーに座り込み、信じられない様子で床の死体を見つめている。ボディーガードたちの銃口が頭に向けられて、ようやくバーキン坊が反応した。あ、これは、このアバズレが毒を持ったんだ。ここに至ってはもう誰も逃げられなかった。
私とガーキンポは車のトランクに押し込まれて、私たちの最も適切な処理方法が下るまで待つしかなくなった。うわぁ、アリシアちゃんはこれ本当にタイミングが悪かった。いやでもこれは避けられる未来ですよね、きっとね。次の手紙行きましょう。怒れる猫、ミケちゃん視点ですね。ミケちゃん久しぶり。死んだ父さんから俺はいつもこう教わっていた。人間に自分の習慣を把握されてしまうのは危険だって。しかし気づけば俺は毎日昼になると商店街の魚屋に行くことが習慣になっていた。今日も俺はいつものように魚屋の水槽をよーく観察しながら重要な問題について考えていた。昼飯はどれにしよう。でも野良猫からしたらご飯のことって大事だよね。生きていくためにもね。左の水槽の魚はみんな大きすぎる。足元の水槽の魚は美味しそうだ。だけど6匹しかいないから数が減ればすぐにバレてしまうな。あの右上の角の水槽、あそこなら1匹ぐらい取ってもバレないだろうし、小骨も少なそうだ。そして一番大切なのが、とっても新鮮だってことだ。ジャンプしようと体をかがめた時、俺の聴覚が店長が中から出てくる音を敏感にキャッチした。見つかっちゃう。俺はさっと水槽の後ろに隠れて覗いた。店長はシャッターを上げて、店の前の道路を水で洗い流し、それが終わると椅子に座って新聞を読みながら客を待ち始めた。店長はこの街では珍しい金髪碧眼でアレックスと呼ばれている。あれ、アレックスくんってさ、あれなんだっけ、サングンくんのストーリーに出てきた子だったかな、違うかな。俺は入り口に回ると軽く泣いて、さも今やってきたように見せかけた。人間を信じるなという原則に従って、俺は自分の動きを人間の目には全部は映らないようにしてるんだ。だが俺がこんな風に完全に行動パターンを把握している人間相手に何を怖がる必要がある？例えばこいつは、こいつは絶対に俺を乱暴に追い返したりしない。お前来たな、ちょっと待ってな。数分後、店長は大きな飲み口のグラスを持ってきて、半分ほど牛乳を注ぎ俺の前に置いた。いい人だった、よかったね。いい匂いだ。やっぱり牛乳ってのは猫のロマンだにゃしかしよく考えてみると、今日は魚を食べられないってことか。俺は真面目な顔をして店長に向かって叫んだ。ちゃんと満タンでくれ。店長は自分の顎を掴んで何かを考えている。そしてはっと何かに気づいたかと思えば、戸棚の中から何匹かの煮干しを取り出してきた。煮干し？父さんが死んだ後、俺は一匹で俺たちが隠していた煮干しを食べ続けて、全部処理するのに1ヶ月もかかった。そっか、もう食べ飽きちゃったんだ煮干しは。それからというもの、煮干しを見るたびに吐き気がするのに。煮干しもさ、なんか猫によってさ、好き嫌いありますよね。うちの子ね、3匹いるけど、誰一人ね、煮干し食べないんだよね。まあ、店長が俺の頭を撫でる。俺はさすらいの一匹野良猫だ。食べ物を拒否する理由なんてない。この人間と良好な関係を保っておけば、またいつでも魚を盗めるんだし。俺は頭を低くして店長におとなしく撫でられているように装いつつ、ついでに可愛く泣いてやった。まあ、猫はね、可愛くいるのがお仕事ですから。てか、生きてるだけで偉い。猫はね、猫は。気持ちよくなんてないぞ。俺が牛乳を飲んでいると、クラクラするような強烈な酒の匂いが鼻をかすめた。え？ペッと音がして、汚いタンが俺の近くの水槽に吐き捨てられた。厄介な奴が来たな。黒髪のおっさんが店の前で半分ほど空になった酒瓶を持ち、チャプチャプと音をさせながら立っていた。目つきもフラフラと定まっていない。うわ、これやっぱりそうなんだ。サングンくんのお父さんでしょ、きっと。俺、こいつのこと知ってるぞ。山の中の住宅地の一番高いところの家に住んでるやつだ。母さんと子供は二人とも金髪碧眼で、父親と違ってすごい美形なんだ。あれ？子供二人？え？子供って二人なの？
サングンくんだけじゃなくて、ん？あ、最近あの二人を全然見かけないと思ったら、どうやら奥さんは自殺したらしい。あ、二人っていうのはそういうことか。子供二人じゃない、奥さんと子供の二人ってことか。待って、サングンくんのお母さん逃げたんじゃなくて、やべ、ここでまさかの展開が分かってしまった。店長の視線は新聞から動かないが、持っている新聞がわずかに震えている。店長とこいつの家族の関係はすごく複雑なんだ。このおっさんの金髪の奥さんはいつも店長と仲良く歩いていた。ここら辺の人間は彼らを見かけると一体どういう関係だっていつも噂していた。店長はすごく周囲の目を気にしていたけど、奥さんは全然気にしなかったんだ。そういえば人間の井戸端会議で奥さんはそういう病気だって聞いたな。ん？病気？でも何の病気だとあんな風になるんだ？本当理解できないぜ。おっさんは自分の奥さんには優しくしていた。でもその奥さんは性悪で、不倫した上に旦那や息子を殴ったりもしていた。うわ、こっちの、あの、魚屋さんの方ね。魚屋さんの方は魚屋さんの方で、なんかちょっと複雑な感じではありますね。ある時、俺は奥さんが自分の息子に私生じめと罵倒しているのを耳にした。彼女とあの子はそっくりなのに、なんで自分の子供じゃないなんて言えるんだ？ああ、怖い怖い。しばらくしてこのおっさんも元気がなくなり、毎日酒瓶を持つようになった。でも一番かわいそうなのはおっさんの子供だ。あの小さな男の子はとても綺麗で、周りの子供たちと違ったから誰もあの子と遊ぼうとはしなかったんだ。あれ待って、これがサングンくんのことだよね。ログとかって今は見れないかちょっと勘違いしてたかも。いや、これがサングンくんのことで、もし俺が暇な時にあの子に会ったらちょっとついてってやろう。あの子はお小遣いを持っていたら、時々俺に牛乳を買ってくれたからな。両親と比べて、あの子はまるでまたたびを持った天使だ。そう、この家族がすごく変わっているってのは間違いなかった。おっさんは店長をじっと見つめて、チッと舌打ちした。今度は俺に目を向けて、しゃがんだ。手を上げてグラスをひっくり返した。え、こいつ本当にさ、サングンくんに罪はないけど、サングンくんのお父さんひどいよね。牛乳がひっくり返されて俺の爪まで濡らしていった。こんなことは初めてじゃなかったが、店長は微動だにせず、ただ嵐が過ぎるのを待っていた。ま、絡んでも絶対ね、より悪くなるだけだから、黙って我慢した方がいいよねっていうのはなんかわかる。悔しいけど、このクソ人間め、俺の飯を邪魔しやがって、覚えてろよ。俺はムカつく顔したおっさんに向かって拳を振りまくった。今夜お前の布団の中にネズミの死骸を入れてやるからな、ミケ。はい、で、これでスタートしていきますが、ボトルの中の酒が飲み込まれていく。これだよね、これをさ、こっち？でもどうなんだ、手を挙げてグラスをひっくり返したはこっちでいいのかな。これは、男の人がボトルを掴んでお酒を飲もうとしていたところをガシャンってやって止める。で、ちょっとこっちのミケちゃんの方はよくわかんないけど、ボトルの中の酒が飲み込まれていく。まあ、サングンくんのお父さんがしゃがみながら、まあ、そこでお酒を飲むみたいな感じわかんないけど、牛乳はひっくり返されないのかな。ちょっとこれで一回様子を見てみましょうか。これでどういう変化があるのか。割と良さげな気はするけどね。ワイングラスが片腕の人の不注意で床に落ちてしまった。あ、でもこれはいいよね。これはオッケーオッケー。赤ワインがこぼれて白いカシミヤ絨毯が真っ赤に染まっていった。ラキンポはとても狼狽して私をチラッと見た。あ、早く若頭を拭いて差し上げんか。私は片腕の人の前に膝をついて、彼の黒い革靴を拭いた。それからワイングラスを持って立ち上がり、キッチンへと下がった。部屋に戻った時には片腕の人はもういなくなっていて、あの赤ワインのボトルもどこにもなかった。
主が言うには縁起が悪いと言って、ガキンポがワインを全部捨ててしまったそうだ。あのワインボトルに私が持っている毒薬を全部入れたのに。あれがなくなったら私、どうしたらいいの？まあでも、まあ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 、さっきの展開からはまだちょっといいよね。うん。で、ミケちゃんの方ね。おっさんが俺を見た。いや、みんなよ。俺も同じようにおっさんを見た。俺たちはバチバチと睨み合う。当然、俺の方がおっさんより目力あるけどな。でも猫ちゃんはね、睨んでも全然怖くないからね、可愛いからね。こんな時は気合が物を言うんだ。でも、念のために、俺はそーっと牛乳が入ったグラスを背後に隠しておいた。少しした後、黒髪のおっさんは興味を失ったのか、店から離れて近くの宝くじ売り場に向かっていった。変、やっぱり俺が勝ったな。愚かな人間め。ほんと人間っていうのは愚かなものだから。あ、あれ？でもアリシアちゃんランク S だ。ってことはまだ上があるのかな？ちょっと一回終わって、ランク S 到達可能かどうかだけ。あ、でも到達可能だ。ランク S いけるから、まあ、もうちょっと手紙入れ替えますか、じゃあ。これいらないとか、そういう感じだったりする？あ、でもこれだとミケちゃんも変わっちゃうから、ちょっと違うか。まあ、でも様子を見ましょうか。ミケちゃんの方は、酒瓶を離すと、黒髪のおっさんが酔っ払ったまま俺を見た。俺が買った宝くじ、当たったぞー。本当に？やつはまた酒瓶を手に取り一口飲んだ。初めて当たったぞ。100万だー、ゲフ。俺の息子迎えに行かねえと。わかったわかった。100万が当たったんだな。でもお前の100万なんか俺にはにゃんも関係ないね。このバカな人間にこれ以上付き合ってられず、俺はまだ残っている牛乳を飲んだ。迎えに行かないでほしいな。あ、でもどうなんだろう。ちょっと今の三軍くんの様子を考えると迎えに行ってもらった方がいいのかな。ちょっとなんとも言えないですよね。で、アリシアちゃんの方なんですが、奇妙な形をしたワイングラスが私の足元で粉々に砕け散った。そこにいたボディーガードたちが次々と銃を構え、私が彼らのボスに何もできないようにガードした。片腕の人はソファーにもたれたまま全く動揺も見せず、まるで何かのショーでも見ているかのようだった。バキンポは怯えながら、冷静な片腕の人と私を交互に見るけど、何が起こったかはまだ理解していなかった。計画とは違うけど、やっぱり私があんたを地獄に落とさないと。死ね、ガキンポ。私はかがんで一番大きなワイングラスの破片を拾おうとした。あっ、右手が目の前でパッと赤く弾けた。アリシアちゃんが撃たれてるんだ。直後に数発の弾丸が私の胸、肩、腹部、足へ打ち込まれる。白いカシミヤ絨毯が私の方を撫でる。あ、なんて柔らかいの。ゆっくりと全てが真っ赤に染まっていった。これはバットですね。で、あー、でもミケちゃん A だ。ひっくり返した後に、なんかもう一回飲み込まれていくを実行する。あ、でもこれミケちゃんも変わっちゃう。あれ、ミケちゃんもこれ変わっちゃうんだっけ。ね、ミケちゃんの方は黄色いビールと牛乳が混ざる。うわー、牛乳にビールを混ぜるな。混ざって変な色になってしまった。バッカ野郎、これは俺の昼飯なのに。俺はムカつく顔したおっさんに向かって拳を振りまくった。覚えてるよ、今夜、お前の布団の中にネズミの死骸を入れてやるからな。だが、おっさんは俺のやる気満々の威嚇を完全無視して、上機嫌で立ち上がると、近くの宝くじ売り場に向かっていった。ちょっと待て。この変な牛乳、なんかいい匂いがするぞ。腹を壊す可能性があったが、俺は全宇宙最強無敵な勇気を持ってその牛乳を飲み干した。結果、その夜本当に下痢になった。しかも超臭かった。憎たらしい人間め。ちょっと無茶をしちゃいましたね、ミケちゃんはね。で、アリシアちゃんの方は、ワイン自分で飲んだんだ。毒薬を持った赤ワインがどんどん私の胃に流れていく。私がこの毒ワインを飲まなきゃ、無実の人を死なせるわけにはいかない。
ワインボトルが床に落ち割れるのと同時に私は異様な感覚に襲われた。息ができない。私は口を大きく開け、両手で自分の喉を押さえ、痙攣しながら床に倒れた。次第に薄れゆく意識の中で何発かの銃声を聞いた。バッキンポーが丸く目を見張ったまま私の目の前に倒れてきた。肺からはドクドクと流血し、白いカシミヤ絨毯が真っ赤に染まっていく。私の計画とは違ったけれど、もう思い残すことはないわ。バーキンポー、どう転んだって、あんたは楽には死ねなかったのよ。でもバッドだよね。これアリシアちゃんも犠牲になっちゃってますもんね。お、これは全部アリシアちゃんより、これもダメか。ミケちゃんのところは何もいらないんだ。ここ入れ替える。あ、これかな。もう総当たりでやっていったんだけど、これで変わりますね。毒薬を持った赤ワインがどんどん、あ、でもこれアリシアちゃんが飲んでる。アリシアちゃんが飲んでて、片腕の人が私の首を離すと同時に、私は異様な感覚に襲われた。息ができない。私は口を大きく開け、両手で自分の喉を押さえ、痙攣しながら床に倒れた。これ一緒ですね。銃声が聞こえて、ガキンポーが倒れて、うん、もう思い残すことがないって言って、あ、でもダメだ、バットだ。これは S なんだよね。あ、これ?これかな?奇妙な形をしたワイングラスが私の足元で粉々に砕け散った。片腕の人が笑いながら私を見て、ゆっくりとボトルを傾け、中のワインを床にこぼす。白いカシミヤ絨毯が真っ赤に染まっていった。綺麗な赤色が私の足元まで伸びてきた。この場から逃げ出したかったけれど、彼の威圧的な目が私をその場に縫い留めて、一歩も動くことができない。あの老いぼれもようやく理解したようだ。お前、毒を持ったな、このクソアバズレが。片腕の人に自らの潔白を証明するために、ガキンポーはデザート皿にあるフォークを掴むと、怒りをむき出しにして私に向かって突進してきた。違う、死ぬのはあんただ、私じゃない。私は床から一番大きなワイングラスの破片を拾うと、あの人間のクズに突き刺した。え、フォークが私の肩に刺さる。そしてグラスの破片がガキンポーの心臓に突き刺さった。ガキンポーは喉から苦悶の声を出す。その死に際、両目で私を捉えたまま息を引き取った。自分の実験用マウスの手で殺されるなんて夢にも思わなかっただろう。ことここに至って、私にはもう生き残る道はない。主よ、どうかお裁きを。私は肩に刺さっているフォークを引き抜き、自分の喉を突き刺す。首にフォークの圧迫感を感じる。でも、もっと力を入れないと血管は破れない。私の右手が震え始め、目には涙がにじんだ。左手も、うわー、ちょっと怖い、これは。もっと押し込まなきゃ。人間、生きてればいいこともある。何も死に急ぐことはないだろう。フォークが私の手の中から消えた。片腕の人が微笑みながら自分のコートを私の体にかけてくれた。これから私の氷のように冷たい手を握った。一体いつ以来だろうか、こんな風に優しくされたのは。久しぶりの温度に私は涙があふれ止まらなかった。ということで、アリシアちゃんのストーリーはこんなことに。でも結局アリシアちゃんの手でとどめを刺してしまったんですね。というところでした。うわー、ちょっとアリシアちゃんそうなってしまったかっていうのはちょっとあるよね。で、もう1話ぐらいいけそうだな。どうしよっかな。ちょっと一回またポストを開きますか。一通だけ来てる。アリシアちゃんのお話だ。赤い髪の女。これどっかとつながってる?つながってないか。
あ、つながってないですね。これ単体だ。じゃあちょっと今日はアリシアちゃんのお話見ていきましょうか。赤い髪の女。ちなみに今現在赤い髪の女性ってウェンちゃんじゃないよね。ウェンちゃんピンクだもんね。出てきてないと思うので多分新キャラなんじゃないかなと思います。これを読んでいきましょうか。はい。あ、何これ、背景が全然違う。あ、この方、あ、しかもなんか髪の毛長そう。戦争か何かの場所なのかな。木曜日、太陽通りから2キロ離れたところにある、これなんだ、なんとかに私は身を潜めていた。私は M110 のスコープでここから1キロ離れた荒廃した工場を注視している。工場の周辺は全て平地で、ここが一番近い FFP だった。 FFP ってなんだ。最終狙撃位置、ファイナルフィリングポジションとは、狙撃手がある目標を狙撃する際に選ぶ場所のこと。そうなんだ。条件があって、まあ、視野が広くてターゲットを常に確認できる場所、身を隠せる場所が多く、狙撃後1分以内に安全に撤退できる退路がある、正確にターゲットまでの距離を測ることができる、風が弱く気候が安定していて地形が角度を緻密に計算しやすい場所であるっていう、なんか条件を満たしている場所のことですね。なるほど。風速 4.3m/s、短時間での変化の兆候なし。見るってなんだろうね。銃弾が地面に横一列に並び、太陽光に照らされて熱を帯びている。まあ、すごいかっこいい人。え、これさすがにアリシアちゃんじゃないよね。え、これがアリシアちゃんとかそんなことないよね。顔つき、なんか髪型似てなくはないけどちょっと怖いんだけど。午後2時10分、1台の黄色い小型乗用車が工場の入り口に現れた。銃弾を装填する。車のドアが開き、真っ赤な髪の女が降りてきた。あ、真っ赤な髪の女は別人？え、待って、この背景、もしかしてこれアリシアちゃんかな？わかんないよけど、ちょっとなんか嫌な予感がするよね。進めていきますか。で、まずは真っ赤な髪の女。あの女はリーファ。ブラッディマフィアで武器の密輸入を担当している。ちょ、リーファ、これもちょっとメモしないと。はい、リーファさんね。また新しい人が出てきた。照準を定める。私は引き金を引いた。このシルエット、わ、これちょっとそういうこと？待って、アリシアちゃんもこれマフィアに入っちゃった。目標が倒れた。工場の2階の窓に白い光がキラッと見えた。スコープの反射光だ。私を狙っている狙撃手がいる。銃弾がスコープをバラバラに打ち砕いた。私は素早く身をかわした。銃弾は相手の狙い通りに私の目を貫通しなかったが、それでも私は重傷を負ってしまった。顔の右側が焼けるように痛い。私はかがみながら山の反対側の斜面を転がり落ちた。先に準備しておいたバイクにまたがる。逃走中、私は意識がだんだんと薄れていき、ハンドルを制御できなくなってしまった。そしてバイクは頭から排水溝へと突っ込んだ。排水溝の下水に血が混じり、ゆっくりと赤黒くなっていく。リーファは仕留めたけど、こんな任務完了の仕方はちょっとかっこ悪いわね。私、やっぱりこんなことには向いてなかったみたい。アリシアちゃんだった。これで、アリシアちゃんとカルロスくん、兄弟揃ってマフィアに入っちゃったってこと？え、これ同じマフィアかな？え？わかんない。ちょっと一番この後の展開でさ、最悪なのはカルロスくんとアリシアちゃんが敵対することだよね。ここだけは避けたいところではありますが、一回まあアリシアちゃんの様子を見ていきましょう。ね、1、2があるので、これはちょっと順番は入れ替えられなくて、目標が倒れたをここに持ってくればいいんじゃないのかな。ちょっと一旦これで見ますか。目標が倒れただから、さっきよりはいい展開になりそうな気がするんだけど。弾丸が私の右目の間近に迫る。それが私の頭を貫こうとするとき、最後に私の頭に浮かんだ言葉はただこれだけ。ごめんなさい。あ、待って、
テルさんだっけ、わー、テルさん、テルさんで合ってるかな、この人さ、どっかで見たよね、テルさんが片腕の男だっけ、どうだっけ、今までのストーリー、ちょっと待って、またどっかでちゃんとしっかりいろいろ見返したいところではあるんですけど、ちょっと待って、やり直すんですが、狙ってる、どうかな、弾丸が飛んできて、アリシアちゃんが引き金をこの後に引いて目標を倒すと、そういう感じかな。スコープの視界の中、狙撃手は一瞬で直撃を回避して致命傷を免れた。これで狙撃手への対応はもう十分だ。しかし私の注意がそれた隙に、真っ赤な髪の女はもう視界から消えてしまっていた。私は鏡ながら山の反対側の斜面を滑り降りた。先に準備しておいた、バイクにまたがる。今回のことで相手はより一層警戒を強めるだろう。初めての任務は失敗した。帰った後に、あ、ファイさんか、テルさんじゃなかったファイさんにどう報告すればいいの。でもちょっとメモしとこう、一応。で、ファイさんって言ってるけど、カルロスくんとアリシアちゃんさ、なんか同じマフィアにいそうじゃない？敵対とかはなさそうかな。でも同じマフィアに所属してるけど、まだ出会えてないとか、そういう状態っぽい気がしますね。なんとなくね。同じ、なんか、カルロスくんで出てきた名前がアリシアちゃんのところでも出てきてるので。カンカンに響き消えていくエンジン音のように私の心は沈んでいった。あ、でもこれランク B か S ではない。あ、じゃあやり直そう。ここに入れる、引き金引いたを間に入れる。あ、でもこれでもまた変わるんだ。順番が大事なんですね。狙撃手の頭とスコープが同時に私に撃ち抜かれて砕け散った。しかし私の注意がそれた隙に、真っ赤な髪の女はもう視界から消えてしまっていた。これ後半は一緒っぽいな。警戒強めるよねっていうので。ちょっとだけ良くなりましたね。ランク A。これ？ああ、でもこれでいいのか。何が変わっていくのかがよく分かっていないけれども、狙撃手の反応はとても早く、私と目が合った瞬間に身を伏せた。と同時に私も素早く身を翻す。銃弾は相手の狙い通りに私の目を貫通しなかったが、それでも、あ、でもこれ最初と同じじゃない、重傷を負ってしまったっていうので、バイクにまたがってハンドルを制御できなくなってしまった。で、排水口に、だから、狙撃手の出現は私の計算外だった。全部私の準備不足のせいね。リーファに逃げられてしまった。任務失敗。あっと。これちなみにちょっと戻るんですけど、いや S ランクいけるか、いけそうですね。じゃあまだやりようがあるので続けてやっていきましょうか。んー、これは、あ、引き金を引いたを下に持ってきたんだけど、スコープの視界の中、狙撃手は一瞬で直撃を回避して致命傷を免れた。これで狙撃手への対応はもう十分だ。任務は完了した。私は鏡ながら山の反対側の斜面を滑り降りた。先に準備しておいたバイクにまたがる。一路疾走する。楽楽堂の最上階にある豪華なプライベートルームで、私はファイさんに今回の守備を報告した。彼はそれを聞いてとても喜んだ。お前に贈り物があるんだ。ファイさんが床に落ちているコートのポケットから小さな正方形の箱を取り出し私に渡した。お前に自分でつけてやれないのが本当に残念だよ。私はファイさんがくれた箱の中で輝くダイヤモンドのネックレスを自分の宝箱に入れた。そしてもともと宝箱に入れていた小さい時からずっとつけていた十字架のネックレスを封筒に入れて孤児院にいる弟のカルロスへと送った。この4年間私はいつも孤児院に寄付していて、孤児院のベニータ院長も私に何度か手紙をくれた。院長からの手紙にはカルロスは元気でとても頑張って勉強しているとあった。カルロスはきっと立派な大人になるはず。いつか子が書いた手紙が受け取れますように。
見事にすれ違ってますね、これ。アリシアちゃんとカルロスくん。カルロスくんはアリシアちゃんを探して、もうなんかいろいろあってマフィアのところに身を寄せてしまっているんですけど、まあ、もちろんアリシアちゃんがそんなことを知るはずもなくっていう展開で、アリシアちゃんもなんかマフィアになっちゃったんだ。プロフィールのさ、イラスト変わってない？これ変わってます。19歳の時にガーキンポを殺害したが、ブラックドラゴンが後処理をし拾われる。その後に暗殺訓練を始め、これファイさんの名字なんて言うんだろう。専属の暗殺者になる。ファイさん専属で、23歳で初めて暗殺任務を完了するっていう形で、アリシアちゃんの人生がまたすごいことになってますね。これはちょっと予想してなかったな。うわわーわーいや、笑い事ではないんだけど。ということで、今回はちょっとアリシアちゃんの話が多かったですね。最初のこっちからのこれ、まさかアリシアちゃんが暗殺者になってしまうだなんて、とてもびっくりです。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ビル素晴らしき世界、いや、これを本当にどこに物語がつながっていくのかマジでわかんないですね。最後ちゃんとハッピーエンドなのかな。これハッピーエンドじゃない可能性も出てきましたね、多分ね。わかんないけど、でもちょっと最後まで見届けたいので、また引き続き続きを、まあ、遊んでいけたらいいかなと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。